東出です。上映後の舞台挨拶ということで、結構僕怖い役だったので、こいつ大丈夫かなって思いながら、皆さん今日の舞台挨拶をご覧になるんじゃないかなと思うんですけれども、短い時間ですが楽しくお話できればと思います。よろしくお願いします。東出さんは僕は大好きなんですけど、こういうとご本人嫌がるかもしれないですけど、なんか怪しいんですよね。怪しいって言ってもその妖怪の怪の方ですね、怪の方の怪しさもあるし、妖怪の妖の方の女編のあっちの怪しさもある。東出さんが妖怪だと言ってるわけじゃないんですよ、漢字の説明してるだけなんですけど、そういうあらゆる面のなんか怪しさを持っていて、ご本人気づいてらっしゃらないのかもしれないですけど、出てきた瞬間なんか何か起こりそうだっていう感じがするところが、大好きです。今回もその怪しさをふんだんに、発揮してくれたと思います。いや本当に多くの方に見ていただきたいのと、あと、黒沢清監督 の、 以前の作品は僕割と家でDVD とかで見た機会が多かったので、今後どんどんリバイバル上映されて、また劇場で拝見できる機会が増えればなと、一黒沢清ファンとして願っておりますので、スパイの妻お楽しみいただきましたお客様って、また人間合格とかドッペルゲンガーとか、そういう映画見たいっていう方はぜひぜひ劇場の方にそういう要望とか出してみてください。出したらあれなのかわからないんですけれども、でも僕はそう願っております。ありがとうございます。